はい今回使用していくのはケイトピエロさんで購入しましたこちらのコットンニートこれを使用していきます麺が 100%40 グラム玉巻き約53メートルですかぎ針が6号から8号の指定になっていてこれは色番704番のターメリックという色名になってます ちょっとあの太いんですよねコットン2と s よりかは太くてあのスルスルスルっと面なんですけれども編み心地はサラサラというかスルッとした感じになってますはいこれを使用していこうと思いますでそれから必要なのがこちらです段数マーカーとそれからとじ針とハサミ でかぎ針はですねこちらですね指定がまあ6号から8号になっていて真ん中を取ってですね7号針4ミリこれを使用して編んでいこうかなと思いますはいそれでは今回はこんな感じの中心から始まるワッフル模様を編んでいこうかなと思いますで最初に編む前に説明だけするとちょっと頭の中に入れておくとあこうだなっていうのがわかるのでまずですね最初 まあ円を編んでから中心から始まるんですけれども長編みを2目編んだら鎖長編みを2目編んで鎖っていうことで長編みと長編み2目編む間が鎖を一つ編むっていうふうな感じで1段目は始まります。で長編みを、えっと、8個 ですね編み入れてそれからまあ2段目に行くんですけれども見てみるとですねワッフル模様ってまあ、長編みが1目表引き上げ編みであったら裏引き上げ編みっぽいこうボコッとしたところこれがですね2目になってます。で表引き上げ編みっていうかこうボコッと出てるところですよねこれが1目で2目1目2目1目2目っていう順番になってます。はい で、これだけを頭に入れておいていただくだけで、あのスムーズに編めるかなと思いますので、まみ、あ、図はないんですけれども、口頭で言っちゃうんですけれども、まあ、それだけをちょっと頭に入れておいてみてください。はい、では今から編んでいきたいと思います。はい、それでは7号針をメリオーシをして編んでいきます。で、糸端はあの最後キュッと締めちゃうので、そんな残らなくても大丈夫なんですけれども、これぐらいですかね。ある感じに。 してていいただいてでこの輪の輪中にかぎ針を入れまますすててかけてで引きき出してきますでここのとこですね今押さえてるところを押さえてもらってで全部長編みを編んでいくんですけれども最初の立ち上げですね全部1段2段3段と上げ,上げていく時にこう長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げていこうと思います。この方が と先ほども見てもらったと思うんですけれども全然これ立ち上げがどこかっていうのがわからないと思うんですよねこれを鎖3目ですると鎖3目のところだけこう長編み長編みの間がすごく空いちゃうのですごい目立っちゃうんですよなのでこういった立ち上げ方法でするとすごくあのどこで立ち上げたのか本当わかんないぐらいになっちゃうので <laughs> ここでしてるんですけれどもちょっとわからないと思うんですよねなので長く引き伸ばす立ち上げ方法という方法でやっていきたいと思います でこ,れはでこれは下の説明欄に入ってありますのでよろしければあの見ていただいてやっていただいてあの一緒に編んでいただければいいかなと思います。はい、ではですね長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げたいのでこうキュッと伸ばします。でぐるっと引っ掛けて押さえたまんまでこの輪っかの中に入れちゃいます。でかけて引き出していきます。 で、これ今3本になっていると思うんですけれども、ちょっともう一回ここのところを押さえてもらって、かけて最初の2本だけをうまく引き抜いていきます。で、もう一回ちょっとこの根元を押さえてもらって、整えてからかけて、次の2本を引き抜きます。はい。この立ち上げ方法、まあ、段数を上げていくにつれても、ずっとしていきたいと思います。で、ここのところがちょっと鎖っぽくなっているんですけど、ここに、 段数マーカーをこんな感じでつけておきます。最後ここが引き抜く場所になります。はい。で、1段目はですね、長編みを8回編み入れます。で、今これ立ち上げたのも1目と数えてますので、次も長編みを入れるんですけれども、長編みを編み入れたら、鎖を1つつけます。で、この鎖っていうのが角になるんですね。 で今一回目のこう角が来たって感じです。でかけてからまた二目同じ目の、えー、輪の中に編み入れます。はい編み入れたらまた鎖を一目編みます。これがまた角にこう来るっていう感じなんですけど一段目とか二段目とかまあ三段目ぐらい。 ななんんかか全然わかんないんですよねワッフル編み何を編んでいるのかなってなるんですけれども一番最後まで編むとあ最初はこうだったんだなっていうのが見えてくるかなと思いますはいでは頑張って編んでいきます今これ2つまたコマ、えー、長編みを見ました長編み2目、まあ、これも立ち上げなんですけど立ち上げて長編みを1目で鎖長編みを2目鎖長編みを2目と246と6回編んできました。 で、鎖をもうまた一目編んで、八回長編みを編み入れなきゃいけないので、あともう二回ですね、この輪の中に編み入れます。はい、編み入れました。そしたらちょっとキューとして、引き締めます。そうするとね、こう見るとここに角があって、もう一つ鎖のとこ角があって、今のところ角があって,て、こうなってきたと思うんですよ。 で角のところここもう1個作らなきゃいけないので鎖をこの後に一つ付けますそうするとこの鎖が角になりますね最後のこんな感じで最初の立ち上げたところのタースマーカーついているところに入れて引き抜きたいと思いますはい、ここでしたこれで引き抜きますはい。でちょっとキュッと右に締めるとこの 引き抜いたところがちっちゃくなるので、これで1段目の完成になります。はい、次は2段目に行きたいと思います。で、2段目は裏を向けて編みます。1、3、5と奇数段が表。で、2、4、6と偶数段。これが裏を向けて編むんですけれども、裏を向ける前に立ち上げちゃいます。こう引き出してきて、ここが鎖になると思うんですけど、この鎖のとこに入れちゃうんですね。 引き出してきて、まあ、先ほどの立ち上げのようにぐるっと引っ掛けて輪っかの中に輪っかというか鎖のとこですねここに入れますで引っ掛けてきて引き出して最初の2本を引き抜いてでちょっと整えてから次の2本を引き抜きますで段数マーカーをまたここの辺りに。 つけましたそしたら裏を向けて編むのでくるっと裏を向けますそうするとですねこんな感じでなってるんですけれども今はこの鎖の目のところにこの長編みが来たということになっていて次長編みが2目あるんですけれどもここを長編みの表引き上げ編みをしたいと思います。 もうずーっとここの長編みのところを表引き上げ編みをします。で、鎖のところ。ここのところが長編み1目。で、鎖が1目。長編みが1目。というのを偶数段は同じことをするんですね。で、また奇数段になると違うんですけど、偶数段は長編み1目。鎖1目。長編み1目。っていう感じでやっていきます。はい。では、ここのところ。表引き上げ編みなので、今かけました。で、こんな感じですくうような感じ。 これが表引き上げ編みになります。で、かけて引き出してきて、あ、なんか変なとこかかってる。かけて、これですね。ちょっと一本先出たやつ出してきて、かけて二本を引き抜いて、で、かけて二本を引き抜く。まあ、長編みの要領なんですけど、かけてすくうっていう感じ。足をこうすくう感じ。これで長編みを、こう連続で2回。 編みましたはいで次角のところに来るので先ほども言った通りに長編みが1目とで鎖が1目とまた同じ場所に入れて長編みをまた1目編みみをた目ますでまた次長編みが2つ来るのでここのところが表引き上げ編みです。こんな感じで入れて長編みであともう一回同じような感じで長編みを編みます。 で編んだらまた角に来るので長編み1目で鎖1目編んでもう一回長編みを同じ場所に編み入れますでここまで来てもわかると思うんですけれどもこのところこれは表引き上げ編みになります前段の長編みは表引き上げ編みになってもうすぐ角に来るので角のところが長編み一 1回で鎖が1回。で、また。長編みが1回です。はいで、また長編みが2目くるので表引き上げ編みを次もします。 そしたらもうこれ最初の立ち上げのところになるんですけれども最後えっと編むところはまず鎖えーっと違いますねこのところにスポッと入れてですね立ち上げのところこれ鎖のとこだったと思うんですけどここに入れて長編みを1目で角のところは長編み鎖長編みだったと思うので鎖を1つ編んでそして段数マーカーがついているところに引き抜きます で、キュッと締めて、これで2段目の完成です。はい。では次3段目に行きます。で、3段目も行く前に必ず全部段上げるたんびになんですけれども、引き出して、で、かけて、立ち上げてから、向きを変えますね。まずは立ち上げる。で、段数マーカーをこのところに付けておきます。それから、 表を向けるっていうふうに姉きます。はい、そうすると、ちょっとワッフル模様の。ポコっとしたのができているかなと思います。これがまだ全然中心なんですけど、まだまだここずーっと増やしていかなきゃいけないんですけど。まあ、やることは全部一緒なので。わかるかなと思います。で。奇数段になると。二目ずつ。 長編みを編み入れます。一段目も二目編み入れて鎖だったと思うんですよ。で、二段目偶数段は角のところは長編み一回鎖一回長編み一回だったんですけど、奇数段は長編みをもう一回この角のところに入れちゃいます。で、編み入れたら、今度ここのところボコッと出てるのわかりますかワッフル模様の このボコボコなんですよ。このボコッとこの出てるところ。ここになるんですけれども、これが表引き上げ編みをするとボコッと出てきますよね。裏引き上げ編みだったらこう向こうに押しやっちゃうのでならないんですけれども、この次には表引き上げ編みをします。 こうすることでまたポコッとワッフルのあのボコッとしたのができるんですけれどもその次2目これ裏では表引き上げ編みしたんですけどこっちになるとへこんでると思うんですよねこのへこんでいるところが普通の長編みになります隣も長編みはいそしたらまたここもポコッと出てる箇所になりますへこんではないですよね なのでここが表引き上げ編みになります。で角に来ました角のところは長編み2目鎖が1目長編みが2目これを同じこの鎖のところに編み入れます長編みを2はい2つ入れました。で鎖が1。 でまた同じところに長編みを二つです。はい、編み入れました。そしたら、またここと同じなんですけど、表引き上げ編み、長編み、長編み、表引き上げ編み、これをしたいと思います。ここがボコッと出ているのが、えー、表引き上げ編み、で、長編み、長編み、表引き上げ編み。 この順番です。まずは表引き上げ編み1回したら次隣2回が連続で2の長編みで次ここのところが表引き上げ編みになりますで角に来るので先ほどと同じように長編みが2回で鎖が1回だけ でまた同じところに入れて長編みを2回編み入れますという繰り返しになりますちょっとここまで来るとわかるかなと思うのでちょっとここからは説明せずに早巻きで <laughs> ちょっと行こうかなと思います はい。角のところまで編んできました。かけてから、ここに長編みを2回入れたいと思います。はい。でも、ここに2目、長編みの立ち上げと長編みと入っているので、あと鎖を編むだけです。で、編んだら、最初のこの立ち上げのダンスマーカーつけておいたところに引き抜きます。 で、ちょっとキュッと引き締めて、これで3段目の終了になります。で、こう見てると、ちょっとわかるかなと思うんですけど、絶対に、こっちの表の方、これ奇数段で表向いてますよね。これ裏なので、奇数段裏からです。見ると、えっと、引き上げ編みが1回。で、その間は絶対に長編みが2回です。で、引き上げ編みが1回。っていうことは、ここがまた、 2回になって、ここに裏向いて、こう、長編みが入るんですね。という法則です <laughs>。これが分かってるともう簡単にスーッと編めちゃうので、一番最初だけちょっと何か、何が何だか分かんないんですけれども、もうちょっと編むと分かるかなと思います。続いて4段目に行きたいと思います。はい、それでは、まず立ち上げてから裏を向けます。長編みの立ち上げで。 立ち上げて、で、段数マーカーをつけておきます。で、立ち上げてから裏を向けます。で、偶数段は角のところは長編み、鎖、長編みなので、これも一回長編み、とみなしても編んじゃってます。ここのところ。で、こっちを見るとですね、今度こんな感じになってるんですね。でですね、最初ここ長編み、長編み。 でボコッと下に下がっているところ長編み長編みでボコッと下に下がっているところってなるんですけれどもこの上に出ている長編み2目これが表引き上げ編みになりますでボコッと下にこう下がっているところあると思うんですよここのところこっちから見るとボコッと上がっているところなんですけれどもこれが普通の長編みになりますこことここなので一番最初2目は表引き上げ編みを 2連続で編めます。1回。で、その隣の目。ここもすくって、まず2回連続で編みました。そしたら次、ここの目。これがですね、普通の長編みになります。で、編んだら次、普通にボコボコっと出てると思うので、これは表引き上げ編みです。 で、次次の目がボコッと下に下がっています。これが普通の長編み。2段目の規則的にはまあ、角は絶対に長編み1。目を編み入れます。ここででその次にもうすぐにこの長編み2。目が来るんですね。絶対2段目とか偶数段はそしたら表引き上げ編みを2回します。で、長編み1回表引き上げ編みが2回長編みが1回っていう。 感じになります。二一二一っていうことは次二にならなきゃいけないので、この角の手前のところに長編みが二目あります。そこのところが角の手前が絶対長編み二目になっているので、ここが表引き上げ編みになります。そしたら角のところ、ここ鎖のところに来るので、長編み一回と鎖が一回と。 長編みが1回を編み入れます。っていうのの、ここは繰り返しです。ずっと、こっちから見るとちょっとワッフル模様になってきましたよね。ここまで来るとだんだんわかってくるかなと思います。はい、でまたここからリピートして、ここまでちょっと編んでみますね。角、長編みを入れたら、その次2つボコボコっとなっているところが、表引き上げ編みが2回になります。ともう1回隣に入れます。 で、そうすると、凹んでるところ、ここが長編みになるので、長編みを1回。また次、ポコッこコッとこう出てると思います。ここが表引き上げ編みが連続で2回になります。はい。そしたら、凹んでるところ、ここが普通に長編みが1回になります。で、この角の手前、手前は、 連続で表引き上げ編みが2回になります。もう順番ですね表引き上げ編みが2回で普通の長編みが1回という角までそのまんまそのまんまのやり方。で角に来たら長編みが1回と鎖が1回それからまた長編みが1回っていう感じです。 この手前のところを見たらやり方とかも分かりますのでそのままぐるーっと編んで引き抜いてこれでこの段が終了になりますなので端の方まで編んでみてください。はいぐるっと一周編み入れてきましたで角の最後のところ角のところは長編みの立ち上げ側も編んであるので長編み1目と鎖1目これを編んで最初の段数マーカーに引き抜いてます。はいでは次上の段に行きます。 で最初は立ち上げてから表を向けなきゃいけないのでまずは立ち上げます。で段数マーカーをこの部分につけておきたいと思います。でつけてから表を向けます。 で前前段の奇数段を見ればわかるんですけれどもまず最初に同じ目にもう1目長編みを編み入れます。絶対に表のところ奇数段のところは角は長編み2目と鎖が1目長編みが2目になるのでまず2目分を編み入れました。でぐるーっと回って編んできた時に長編みを同じ目のところに2目入れて鎖を入れて引き抜くっていう風になります。 でもここまで来ると大体もう皆さん分かってるかなと思うんですけれどもこの段だけ1周あのぐるっとあの編んでもうそっからはもう決まりがもう多分法則っていうのが分かってらっしゃると思うのでその通りに編んでいけば全然編めるし大きく増やしていけるので何段でも増やしていけるかなと思います。でまずはですね最初のところボコッと出ているところを表引き上げ編みを編みます。 で次、へこんでいるところなので、へこんでいるところは普通の長編みを2回連続で編みます。で次がポコッと出ているところなので、表引き上げ編みを1回編みます。へこんでいるところは普通に長編みが2回連続で編みます。で、ここが表引き上げ編み。 混んでいるところが普通に長編みを連続で二回。で、ここのところが表引き上げ編みになります。で、二目が長編み。で、次が表引き上げ編み。 次2目が普通の長編みで、次最後の1目が表引き上げ編みになります。はい。で、角のところに来たので、長編みが2回で鎖が1回でまた同じ穴のところに入れて長編みを2回編みます。 もうこれの繰りり返しになりますでこんな感じでぐるっと編んでいって偶数段は立ち上げてから裏を向けてまた編むで編んでから立ち上げてから表を向けて編むっていう感じの繰り返しです。それをずーっと編んでいってまあ、ご自分の好きな、まあ、ブランケットだったりエコたわしを編んだりとかまあ、いろいろあの用途はあるかなと思うので。 あのいろいろとご自分の好きなものに編んでなんか使っていただけたらいいかなと思います。